どうも、ラーメン大好きトシです。さあ今回は津軽藩ラーメンラリー5店舗目に入っていきたいと思います。今回やってきましたのは青森県津軽市です。こちらの国道101号線沿いに来てるんですが、今回はねこの通りにあるラーメン屋を紹介していきます。ここは津軽市の、柏、五所川原に近いところですね。近くには、イオンモールとかがあるその近辺であります。こちらが津軽道の津軽柏インターの手前ですね。ここ左に曲がると、青森、東北道方面に向かうことになります。この近くですね、麺屋どこ、ここがね結構お店買ってるんですよね。つい最近お店もオープンしたそうで、熟成豚骨と煮干し鮮かって書いてますね。この隣には、柏温泉というね温泉があります。ここの温泉とラーメン屋が一体化しているお店でありますね。せっかくなので先にね、温泉入ってからねラーメンを食べていきたいと思います。柏温泉に入ってきます。もうめちゃくちゃ暑い湯加減、結構昔のままの感じですね。いやーさっぱとした、もうね熱いお湯に、ね、そしてサウナもあってね、サウナと水風呂、これをね交互にもう3回も繰り返してゆったり使ってきました。風呂上がりはこのレッドブルを飲んでいく。クー、やっぱ酒はいいね。さあ次は本題のラーメンどっこに行ってまいります。まずはここで食券を購入。こちらのメインは豚骨と煮干し、さらには気まぐれ丼もあります。店内は広々とした感じ、カウンターにテーブル席が用意されております。こちらの豚骨ラーメン、麺の硬さが7種類選べるんです。九州式の豚骨ラーメンということですね。今回私がいただくのは熟成白豚骨スペシャル。チャーシューで埋め尽くされてます。まずはスープから、じっくりコトコト煮込んだスープです。お次は麺、細ストレート麺で硬さは真ん中の固めにしました。九州系の豚骨ラーメン、慣れてない方は最初麺は固めがおすすめとね言われました。固めの方が程よくねすすりやすいっていうのがありますね。でこのチャーシューはねかなりね薄切りになっています。九州系豚骨ラーメンは細くて長いというイメージがね根強いですね。そして大きなチャーシューが、そして味玉が入っている。こちらのラーメンは久留米の大砲ラーメンあるじゃないですか。大砲ラーメンって呼び戻しスープっていう技法があるんですね。味玉は結構ね半熟です。
その技法を青森風にアレンジして作ったのがこのどっこの豚骨ラーメンということだそうです。おそらくここの店主が大砲ラーメンで修行されてたということなんですかね。結構ね食べやすいですよ。このスープが本当に鶏と豚骨が合わさってすごい滑らかな感触であります。そして今回は替え玉を頼みました。こちらの替え玉ですが、ラーメンラリーのスタンプ台紙を持っているとなんと無料でできるんです。はい、こちら替え玉、さらにニンニク、ザーサイ、生姜、酢とごまもついてきました。まずは酢を和え玉にかけていく。そして箸でしっかりとかき混ぜ、おお結構な麺の量ですなちなみに替え玉の麺はバリカタにしております。さっきよりちょっとね硬くなっております。さあこのバリカタ替え玉を丼の中に入れていく。まあこのような形でねスープに混ぜ、そしてごまを振りかけ、さらにザーサイ、紅生姜、ニンニクを入れて、さあ2度目の一杯を味わっていこう。さあ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 しっかりとかき混ぜて、ちょっとね硬いからいろいろ手こずってますねまあゆっくり落ち着いていきましょう。結構ねかき混ぜますねまあちょっとスープが足りなかったかなもうちょっと残してればよかったかなさあがっつりとね口の中へ、ちょっとね腫れてますがご了承ください。まあ今回ね九州系豚骨っていう言葉を使ってますが、九州の豚骨ってそれぞれの場所で結構変わってるんですよね。まあ、博多豚骨、まあ、久留米豚骨、そしてなんか鹿児島豚骨、まあ、熊本、それぞれの場所で、まあ、違ったタイプの豚骨があるから、まとめて、まあ、九州系豚骨と、まあ、今回は使っております。今回はこれ、久留米豚骨ですね。まあ、呼び戻しっていう技法を使っているので、呼び戻しスープっていうのは、もともとあった古いスープに別の釜で取ったの、新しいスープを継ぎ足しながら作るという技法。青森用のアレンジということは、これも煮干しを入れたってことですかね。まあ、煮干し戦火とも書いてあるので、おそらくそのことかと。結構ね、太っ腹ですよ、これ。一度で二度楽しめる贅沢は。さあ、ごちそうさまでした。今回もしっかりと完食してきました。はい、というわけで、今回は麺屋どっこを紹介しました。博多流って感じでしたね。九州のね、まあ、博多じゃなくて久留米か、久留米流のなんか伝統技法を青森風にアレンジした味で、ね、本当に豚骨でもう替え玉で、まあ、二玉でねいただきました。いやー、いっぱいで二度楽しめる味でしたね。うん、
濃厚な感じが良かった。そしてスタンプも5つ目押しました。麺屋どっこ、あと松江浜で12店舗、あ頑張って制覇したいと思います。本日の動画は以上です。この動画いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。よろしく頼む。次回は五所川原市にあります綿棒十兵衛を訪問。慣れ親しんだ特濃醤油をいただきます。最新型の配膳ロボット登場。皆さん次回もお楽しみに。